こんばんは。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は7月、7月の31日の日曜日でございます。私は毎度おなじみ仕事をしておりました。皆さんはいかがでしょうか。より良い休日を迎えられたことだというふうに思います。充実した日曜日という休日を過ごされた方もたくさんいらっしゃると思いますし、またお仕事でございますか、お仕事ですとか、いろんな経済活動に携わる方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うわけでございまして、毎日が日々成長でございます。で、この日々成長ということで、今日もですね、懲りずに、この飽きずにですね、この町工場のおっさんはですね、プレゼンテーションの練習をさせていただきます。ようやく図面の方は今日考えた内容についてはほぼ終えたということで、今日図面の方を書き上げた。私の本業は何かと申しますと、もちろんものづくり製造業なんですけど、製造業の立場からこの地球環境に貢献できればという思いで、このバイオマスというのに携わっているというのも一つの理由なんですけど、もちろん利益を稼げないことには会社やっていけないし、生活もできないというのが実際でございます。ただその背景には、環境ということを考えてやってるというのは本来の意味や意義であってですね、やはり何かで何らかのこの役に立てればといいますか、貢献できればという思いがあるわけですね。その内容が今回言ってます。今やってるのが、バイオマス、あるいは有機廃棄物を何とかしようと、そういう発想につながっていってるんですけど、で、この、なぜ練習をやってる？これ練習なんですね、実はね。毎度毎度何回も繰り返し練習やってるんですけど、練習を何回もやることによって、ようやく一人前といいますか、やっと一人前として、プレゼンテーションといいますか、発言ができるというわけですね。やはり努力しかないわけですね。何にしてもそういうことなんですけど。で、今回の日曜日、今日は日曜日ですけど、これから何回かにわたって練習をしようと考えております。今日は職人も休みで、事務所も誰もいません。この練習ということにおいてはですね、最も好都合、絶好の機会であるわけですね。そういう機会を存分に利用して練習をさせていただこうというふうに考えるわけでございます。それとですね、ここでお礼を申し上げないといけないんですけど、これこのプレゼンテーションの練習は公開、インターネット上で公開してやらさせていただいているんですけど、いろいろとですね、やはりアドバイスをいただくんですよね。いいですね、こういうのは。全く見知らぬ人がアドバイスをいただける。あるいはですね、やはりいろんな批判もいただくんですけど、それは何やってもそうですもんね。批判される方は批判されるんでですね、それは致し方ないことです。特にこのインターネットは匿名ですからね、名前が出ないということも一つの、その名前出さずに匿名で発言できるというのも一つのこのインターネット利用の活用方法だろうと思うとですね、やはりこの批判といいますか悪口、というのはですね、文句とかっていうのはですね、必ず出てくるっていうのはどうしようもないでしょうね。ただそんな中でもアドバイスいただけるっていうのは本当にありがたいというふうに思ってます。頭を下げてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。では早速、前置きは抜きとして、これ本番がですね、8月2日です。今回8月2日、このプロジェクトの内容は何かというとですね、実際は、販路開拓プロジェクトです。販路開拓プロジェクト、つまり、販路を開拓しようというプロジェクトです。その名の通りを説明してるんですけど、やはり何と言ってもですね、物を開発しても売れないことにはどうしようもないわけですね。で、その物を売るにあたってどうしようかという、そのご支援をいただくためのプロジェクトということなんですね。いろんなプロジェクトといいますか、採択の案件というのはいろんな種類のものがあります。一つは開発費用ですね。一つは開発費用での補助金申請、助成金申請というのがありますし、あるいはですね、こういった販売、あるいはですね、マーケティングですね、いろんな調査、事前の調査の費用を出していただけるとかですね、あるいは最近は
あるのがですね、海外なんですね。海外でのマーケティングでの調査費を出そうとかいう案件も確かにあるんですね。特に環境分野というのは、いろんな分野、まあ、幅広い案件があってですね、そういう面では積極的に活用させていただこうというふうに思っています。特にこの最近は連携ですね、連携、いろんな会社と組んで、それぞれは特徴のある会社同士が、手を結んで、今後、やっていこう。新たなものを開発していこう。新たなものを開発して、それを販売していこうという場合のですね、連携での立場での申請の案件というのも次第に増えてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。そういった意味では、自分だけではなくですね、互いに競い合うんじゃなくても、手を結んでですね、手を結んで、で、より良きものを作っていこうというやり方も一つの方法だなという。最近特に感じているわけでございます。そういった意味では今後、手前どもは日本国内でものづくり、製造業やっていますけど、今後はやはりこの円高というのもございますし、そういう面を考えるとですね、やはり国際的競争には勝たなくちゃいけないわけですね。そうすると日本国内だけじゃなくて海外を見なくちゃいけない。そうすると海外を見た場合ですね、果たして一社だけで大丈夫かっていう話も出てくるんですね。そういった意味ではいろんなところで手を結んで国際的競争に打ち勝つというのも一つの方法、一つの解決方法の一つではないかというものの考え方も当然出てくるというのは、これはどうなんでしょうか。私はその方向に向かって、実はこの考えに従って先を進むのも一つの解決方法というのがおかしいですかね。一つの先を進むための道しるべになるのではないかというふうに考えています。そんなのはどうでもいいですね。相変わらず前置き言ってるんですけど。さあ、練習しようということです。すみません、いろいろと本当にありがとうございます。いつも感謝ですね、そういう面ではね。で、このプロジェクトを採択されるように、それを何よりも、採択されればですね、いろんな面でご支援いただける。それもやはり、零細町工場にとってはですね、その、ご支援いただくと大変ありがたいですね。やはりいつも貧乏しているというか、なかなか儲かりません。利益を稼ぐことができないものですから、人もですね、順序学生で税金を払って、皆様方のお役に立てればというのは、やはり、それこそが社会貢献といいますか、会社の実際は利益活動であるということではないでしょうか。会社はお金を稼いで税金を払って、で、稼いだお金何をするか、次の開発、あるいは次にやるべきためにお金を使うわけだって何も、贅沢するために儲かるわけではないわけですね、結局はね。今後もですね、働いて働きまくるわけですね。今日日曜日ですよね。皆さんお仕事の方もいらっしゃると思うんですけど、ですよ。私、最近休んでないな、考えたら。全然休んでないな。休んでないですね。まあ、毎年1年のうちに10日も休むか休まないかぐらいですね。365日でしょう。350日以上毎年、働くんですが、ここ最近はもっと少ないですね、休みがね。10日も休んでないんじゃないかな。1週間というのかな。合計すると1週間、休むか休まないかで仕事してますね。そういう意味では、今年はですね、まあ2、3日しか休んでないから、360日ぐらいは働けるんじゃないでしょうか。まあ、働かないとですね、要するに、人並みになれないわけですね。そういう意味では、働いて働きまくって、ようやく人並み、そして会社を成り立たせて税金を払うと。そして稼いだお金、次なるものを開発していくと。いうことですね。それがやはりこのものづくり製造業で小さいながらも営んで今年で47年目を迎えますけど、まあ親父の代からですけど、それを考えるとですね、やはりこの続けて継続は力なりと言いますけど、力と言っても続けないことには力ならないわけであってですね、今まで蓄えたものをですね、存分に今後も生かしていかないといけないわけですね。伊達に歴史があってもつまらないものである。これは会社としては当然変わっていかなくちゃいけないんですね。融通無限に、自由に変わっていかないと。やはり生き残れないと。生き残っていくために。ただひたすら年月重ねるんではなくて、それなりの時代に対応していかないといけないというのは本来の会社スキルないでしょうかという前置きをこさておいてさ、始めましょう。
はい、はいと。こんにちは。建機株式会社の森山と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速説明に入らさせていただきます。今回の手前どもの内容は、高水分率バイオマス、有機廃棄物の化石試験代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、なかなか利活用が難しいと言われてます。水分率の多い、高水分率のバイオマス、あるいは有機廃棄物を、まず乾燥する。乾燥させて、燃料化すると。で、燃料化したものを、化石燃料を代替燃料として、これをバイオマスバーナーで燃焼させる。で、燃焼させたその熱を、熱風温水蒸気として利活用しようというシステムでございます。このシステムは主に乾燥機とバイオマスバーナーで成り立ったシステムなんですけども、現在、乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ単独では実際は存在しますし、実際稼働しています。ただ、この乾燥機とバイオマスバーナーを一体化組み合わせて、組み合わせたものは、なかなか見かけませんと言いますか、ございません。で、この乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ特許を出願しておりまして、それぞれ他社にはない特徴がある機器でございます。それらを、その特徴ある、商品力、競争力ある乾燥機、バイオマスバーナーを一体化組み合わせることによって、従来なかなか難しい、困難だと言われています。高水分率、つまり水分率の多いバイオマス、有機廃棄物をの利活用を簡単、容易にするシステムということが言えます。で、高水分率のものを実際乾燥させ、燃料化し、そして燃焼ということでのテストをいろいろ何度もいろんなもので繰り返しているわけでございますが、この乾燥機について言えば、高水分率のものを投入し、それを火を使わない、火をかけずにですね、低い温度で乾燥させると。低い温度で乾燥させると、有機分、つまりその原料の中に含まれている燃焼に必要な、燃えるに必要な有機分がなかなか飛んでいかない、揮発しないということでの乾燥の後の燃料化ということでございます。そして乾燥させたものをバイオマスバーナーで燃やすんですが、このバイオマスバーナーが従来の非合資式、非毒式ではなく、新しい燃焼方式であるガス化燃焼方式という方式をとっておりまして、このバーナーで燃やした後もですね、従来燃えた後の塊、クリンカー、有形固形物、これが残らないというバイオマスバーナーでの燃焼テストでございます。詳しくはまた後ほど説明いたします。で、会社の案内でございます。昭和39年、創業でございまして、今年で47年目を迎えます。今現在は販売を建機株式会社、製造を株式会社森山工作所、この2社で行っております。2社とも社長は森山秀光、私の父でございまして、年齢73歳、未だに元気でございます。で、手前どもの業務案内でございますけれども、産業機械機全般にわたりまして、設計、製作、施工、メンテナンスと、一貫したものづくり、製造業を営んでおります。お客様の要望に合わせて、設計、そして作るという一品料理式、受注生産式の生産法を取っておりまして、下請けというものは現在全くやっておりません。で、これから環境分野ということで、2005年、東京都の企業と、で乾燥機、これは火を使わずに乾燥できる乾燥機の開発に着手しました。これが環境分野進出の始まりでございます。で、今現在は、この乾燥機、火を使わない乾燥機については、二軸のスパイラル式、スクリュー式の乾燥機なんですが、これについては、従来と比較すると、改良を加えて、現在は乾燥効率が 50% アップしております。
て、2009年12月、福岡県森林林業技術センターさんの提案協力により、火を使わずに木材、固形物を乾燥できる木材化学を開発させていただき、で、これをまた進歩させた形での木材固形物から、おで、かつ付着性強いものまで、火を使わずに低温で乾燥できる何でも化学を開発させていただいて、これについては昨年度販路開拓プロジェクト経理部さんに採択いただきました。ありがとうございました。で、このシステムについては2010年4月バイオマスバーナーメーカーであります MIS と販売契約を2010年4月に調印いたしました。これが始まりでございまして、で、つい最近ですが2011年7月の25日福岡ベンチャーマーケットで、展示会あるいはビジネスプラン発表会で採択され、プレゼンテーションをさせていただきました。で、ぜひとも販路拡大ということでございまして、乾燥機、バイマスバーナー、それぞれ、実績はございます。ところが、この組み合わせた一体型のシステムでの燃料化システムでの実績はございません。そういった意味での、ぜひともプロジェクト、採択をお願いしたいということでございます。もちろん、メディア掲載、展示会出展、セミナーでのプレゼンテーション、インターネットを使った上の積極的な活用、あるいは技術面では大学から支援いただく、等のいろんな積極的な活動を行っております。ぜひとも、販路開拓プロジェクト、採択の方をお願いしたいということでございます。で、どういったものが原料ということであるかということ、この燃料化は何を一体燃料化することからするかということでございますが、これは農水省の図でございます。高水分率のものを燃料化しようということなんですが、家畜排泄物、下水汚泥、汚泥については有機汚泥すべて燃料化可能、あるいは高水分率の食品廃棄物、あるいは未利用バイマスの筆頭に挙げられます林山材、森林荒廃、国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。森林、林地産材を使うことに利活用することによって、森林再生につながればという思いはございます。で、システムのフローでございます。乾燥機でまず、乾燥させ、高水分率のバイマス原料あるいは有機廃棄物を乾燥させて、それをジュール R、これがバイマスバーナーでございますけれども、これで燃焼すると。そしてボイラーで熱変化を行い、熱風温水蒸気を発生させるんですが、この燃料化システムの大きな特徴、最も大きな特徴は、乾燥に排熱を利用するというところでございます。乾燥機にわざわざ他から新たな、新しい熱を持っていくのではなく、このシステム内の排熱を利用しようと、熱のリサイクルを利用したシステムということでございます。このシステム自体は、資源リサイクル、再生可能エネルギーの自然リサイクルでの利活用のシステムでございますが、このシステム内、このシステム内部について言えば、熱の再利用、サーマリサイクルのシステムということが言えます。何度もテストを繰り返しているんですけども、まず乾燥機で高水分率、水分率の多い有機物、バイマス、あるいは有機廃棄物を火を使わずに低い温度で乾燥させる。低い温度で乾燥させれば、燃焼に必要な有機分が揮発しない、飛んでいかない。ということでの燃料化の乾燥。そしてバイオマスバーナー、ガス化燃焼方式という新しい燃焼方式を使ってまして、これについては火床、火格子がないと。で、燃えた後にクリンカー、つまり塊が発生しないというのが大きな特徴でございます。で、化石燃料、代替燃料化の意義でございます。どういった意義があるのかということでございますが、有機廃棄物、通常はセメントキルン、あるいは産廃工場の焼却炉で化石燃料を使って燃焼させる、燃やす、あるいは資源リサイクルとして堆肥、肥料、飼料といった使われ方されるんですが、ただそれが全て利用されている、利活用されているわけではなく、やはり埋め立てにも持っていっているということでございます。それで手前どもシステムはどういったことにつながるかということでございますけれども、まず化石燃料、代替燃料化ということで、化石燃料の活用対策、あるいはカーボンニュートラル、バイオマス、カーボンニュートラルで燃焼したとしても CO2 が増えない、
そういった意味での地球温暖化の防止、あるいは埋め立て地、最終処分場の確保というのは、今現在なかなか難しいということでございます。このシステムは、廃棄物をなくす、あるいは少なくするということですので、そういった意味では、この確保の解決につながればという、確保しなくてもいいということでの解決につながればという考えでございます。で、大きな枠組みではなく、この、メリットは小さな一つの工場、小さな枠組みで見た場合でございますけど、2つございます。1つが化石燃料の使用量の削減、もう1つが産業廃棄物量の削減でございます。もちろん化石燃料使用量を削減することによって、その使用料金、コストの削減につながるんですが、あと CO2 削減につながるということもございます。そういった意味では、CO2 削減は排出量取引の施策、つまり排出権取得が可能であるということが言えます。もう一点が、産廃量の削減は、もちろん産廃コストの削減につながるんですが、それは環境保全に貢献ができると。ということでは、企業 CSR、対外的に環境に良いことをやっているということでのアピールができる、あるいは環境の ISO 1万4000、の取得に少しでも役に立てばということでございます。で、続きまして、コスト計算でございます。実際は、個別にそのテストをやった後で、具体的にはコスト計算を随時個別にやらさせていただいてます。で、今現在は、競合他社ございませんということもありまして、競合他社がないということもあって、産業廃棄物費用、実際の産廃費用との比較でのコスト計算をさせていただいています。その産廃費用と比較しますと、イニシャルとランニングコストを計算していきます。そうするとですね、次のページ、9ページですけど、これがコスト計算でのグラフでございます。産廃費用、設備用、5年ですね。5年でペイして焼却して、その後は利益が出てくると。で、詳細、もっと詳細に、表にしています。これがコスト計算、折れ線グラフでございますけれども、損益分岐点と記載させていただいてますが、約5年で昇格でき、その後は利益が出るという計算でございます。で、続きまして、この共同開発会社の概要でございます。株式会社 MIS、ここでバイオマスバーナーを作っております。平成19年設立のベンチャー企業でございます。手前どもは乾燥機を作っているわけですが、MIS、手前ども会社、それぞれ特許出願をしております。知的所有権ということで、福岡県知的所有権センターに仲介に入っていただいた上で2010年4月販売契約を調印したと。これがこのシステムの始まりでございます。で、燃料化システム、手前ども会社と MIS で共同開発あるいは提案販売ということなんですけど、九州大学にはですね、技術的な支援、熱乾燥バイオマスでご支援いただいてますし、あるいは福岡県森林林業技術センターについては、木材、木についての、木質についてのアドバイス、あるいは福岡県知的所有権センターさんには、特許権、知的所有権についてのアドバイスをいただいてます。で、このシステムは、実際、導入していただいた後にはですね、CO2 削減につながるということを言います。そういった意味では、排出権取引、つまり国内では国内クレジットというのを取得も可能でございます。それで国内クレジットの専門医の方に入っていただいて、実際導入していた、お客様に導入していただいた後は、この国内クレジットを取得していただき、そして大企業への販売ということも可能でございます。で、まず乾燥機の特徴でございますが、乾燥機、すでに特許出願3件させていただいているんですけど、大きな特徴はやはり火を使わない、火を直接かけないで乾燥するということでございまして、この乾燥機は現在のところ木材固形物化を泥化すまで、付着性の強いものまで乾燥できるというのが大きな特徴でございます。この構造としましては付着性の羽ない羽と書いておりますが、木材固形物であればですね、二軸のスクリュー式の回転しながら乾燥させるんですが、木材固形物であれば引っかかったり、あるいは停止したりすることがない。付着性の強いオデカスであればですね、羽についてはずれないとか、あるいは付着してそのまま排出しないとか、出てこないということがないということが言える乾燥機でございます。また構造が簡単で、メンテナンスが非常に楽、連続式で
でございまして、コンビア式でございます。そういった意味では、搬送機器、付帯の搬送機が最小限済むという特徴がございます。で、この燃料ガシステムにとっての大きな特徴としまして、低温乾燥というのが大きな特徴でございます。低い温度で乾燥できますので、燃焼に必要な有機分が揮発しない、飛んでいかないということでございます。そういった意味では、燃料化に最適な乾燥機ということが言えます。で、実際の写真でございます。4ページの実際の写真でございます。乾燥前と乾燥後で燃料化を実際にやったという意味合いでの写真でございます。続きまして、他製品と比較、乾燥機の他製品と比較でございます。いろんな乾燥機ございますけれども、手前どもの乾燥機は、まず低温乾燥ということと、木材固形物から付着性の強いおでかすまで、すべて対応可能というのが大きな特徴で、他社にはなかなか見当たらないのではないかというふうに考えております。続きまして、新聞掲載していただいてます。農経新報、日刊工業新聞。で、続きまして、バイオマスバーナーの特徴の説明に移ります。すでに特許出願しているバイオマスバーナーですけれども、これは飛行士がない、火床がない、バーナーでございまして、この飛行士がない燃焼方式、ガス化燃焼方式という新しい燃焼方式を取っております。それにより、より完全燃焼に近い形でもありまして、大きな特徴でございます。燃やした後の塊、クリンカーが発生しない、有形固形物が発生しないというのが大きな特徴でございます。従来はチップ、ペレット等ぐらいしか燃やせなかったんですけど、これについては粉体までですね、あるいは家畜粉で、竹、樹皮、生ごみ、RPF と、原料を問わずにいろんなものが燃やせるということでございまして、大きな特徴、混在燃焼ができるということが言えます。で、実際の実績の写真でございます。温水管、あるいは真ん中の上の写真は、排菌床を実際に燃焼させて、それを熱風利用しているというところの写真でございます。続きまして、従来製品との比較でございます。まず燃焼方式がガス化燃焼方式で従来品と全く異なるというのが大きな特徴でございまして、それによりクリンカー、有形固形物が発生しない、塊、燃えた後の塊発生しない、あるいは燃料を選ばない、燃料形状を選びません。従来木質でそれもペレット、チップ等しか燃やせなかったんですけども、原料問わず、竹、樹皮、固形物から粉体まで燃やせると。で、灰の発生量も従来と比較するとかなり少ない。ということが言えます。で、実際にこれは新聞掲載、あるいは九州経済産業局の調査報告書に掲載いただいてます。あるいは経済雑誌の福岡経済、福岡経済に関して言えば、手前ども会社と MIS、別々に掲載いただきました。あるいは週刊経済でも掲載いただいてます。続きまして、これはフローズなんですが、手前ども現在のところターゲットと絞っているのが食品工場と産廃工場でございます。ターゲットを絞っているんですが、今後この展開はまた他の分野でも十分に考えられるというふうには考えています。他の分野の進出は当然考えています。で、まず食品工場で言えば必ず温水を利用するということで、温水利用のフローズでございます。これについては食品オデをですね、香水分のものを排熱でまず乾燥させると、乾燥させた後は燃料として使うんですが、ただこのおでに関して言えば、食品おでに関して言えば、やはり凝集剤との薬品が混ぜられています。そういった意味では安定燃焼がなかなか難しいというのがございまして、それで木質と一緒に混ぜる混在燃焼を行います。これにより安定的に燃えるということでございまして、この燃えた後は温水を利用すると、工場内利用、あるいは蒸気の元湯として利用するんですが、灰も出てきます。灰は当然出てくるんですが、これについては農家還元も可能でございます。もし農家に還元できれば、この廃棄物が一切出ないゼロミッションのシステムということが言えます。続きまして、産廃工場でのフローズでございます。やはりおでに関しては安定燃焼を図る意味で、木質と燃焼一緒に燃焼させ温水を発生させるんですが、ただ産廃工場の場合は木質は廃建材、廃木材が集まるということが大きな特徴でございまして、それらの木質と一緒に乾燥後のおでを燃やすと、燃焼させて温水利用をするんですが、工場内利用、あるいは排熱で乾燥をさせるんですが、温水もこの乾燥機に持っていけるというシステムでございます。で、いろいろ実際に繰り返してはいるんですが、
乾燥をさせまして、それを火床がないガス化燃焼方式を取ったバイオマスバーナーに燃やすということでございます。で、このシステムについてはですね、もちろん、コストが最優先なん、システム導入さえコストが 最優先なんですが、まあ、社会的背景としましては、化石燃料の削減につながるということで、化石燃料の枯渇の対策、あるいは再生可能エネルギーです。そういった意味では、エネルギー政策の見直しがされてますけど、追い風が吹くんではないかと。あるいは、地産地消で行います。エネルギーの分散化、地産地消のエネルギーであると。そういった意味では、地域産業の貢献、地域産業の発展、あるいは雇用の創出につながること。そして、地球温暖化防止。これは CO2 の削減。カーボンニュートラルでバイオマスは CO2 削減につながる。ということでの地球温暖化防止。持続的資源リサイクル、持続的循環型社会を形成を目指す上では、このシステム役に立たないかということ、あるいは大気汚染防止ですね、ソックスの発生量は少なくございます、そういった意味での大気汚染防止、そして海外転換、再生可能エネルギーについては、日本国内だけで、海外でも注目されている分野でございます、そういった意味では、海外の転換も十分図れるという意味での、販路開拓プロジェクトの採択ぜひともよろしくお願いいたします。以上でございます。途中でおかしかったな、これ。第1回目です。第1回目終了。時間過ぎてしまいました。21分、1分過ぎました。ちょっとゆっくり説明しすぎたかなというのと、スライドショーがちょっとおかしかったんですよ。1点だけ。突然こういう現象が起きるんですね。不思議なんですけど、なんでかな。また現地というか、その説明会場。説明の会場でこういうことが起きるとですね、やっぱ焦りますね、これね。対処しようがないんですよね。このビジネスプラン発表会、7月25日やった際はですね、動画もこのパワーポイント入れてたんですけど、なんと動画が流れなかったというか、その表紙の画面だけが出ただけで、それが動かなかったんですね。動画じゃなくて本当の画像だけだったんですね。焦りますね、こういうのは。以前テストやった上でもそういうことが起きるんで、そういった意味では、この、もしも動かなかった場合はどうするかというのを常に考えながらこれはやらなくちゃいけないですね、このプレゼンテーションというのは。そういった心構えがあれば、より良いプレゼンテーションができるんじゃないかというふうに考えます。第1回目終わりでございます。21分か1分どこで削減するかというのを考えながら、短くするかというのを考えながら、ちょっと今、頭をひねっているところです。どこでどうしようかなという話ですね。そういうことですね。乾燥機はでも前回、開拓プロジェクト、反応開拓プロジェクトに選ばれてるんで、この説明ちょっと短くしようかなというふうに思います。というか、手前でも会社の説明ですね。本来であればご指摘された通りですね、具体的にこの燃焼データとか乾燥データとか出したいんですけど、この20分内に説明しようというと、なかなか難しいんですね、やっぱりね。より詳しいデータを出すことによって、よりアピール力といいますか、強調することができる、この、他にはないシステムの強調ができるんでしょうけど、そこまで出す、実際はデータを出して、これに貼るという、資料の中に含めるというですね、時間が実はなかなか取れないというのもあるし、あとは、そこまで詳細に説明するというのも一つの手なんでしょうけどね、これできれば本当に素晴らしいものに出来上がるんでしょうけど、この時間とあと、このシステム自体を分かってもらわなくちゃいけないというのがあって、こう逆にこれだけの説明で分かるのかなということもあるんですね、実はね。まずはシステムの内容ですね。そういった意味では20分というのは短いのかもしれないですね。実は、乾燥機で昨年度採択されたんですけど、その際はですね、具体的なデータは一切示さなかったんですよね。というのが、やはり販路開拓ということで、この乾燥機はどういったものかというのを説明するだけで、終わったんですけど、それにですね、前回はなんと15分だったんですよ。5分もまた短かったんで、その具体的なものを何も説明する、概略だけで説明終わったんですけども、それで採択いただきました。今回もやはりこのシステムはどういったものかっていうのをやはり説明で分かってもらうのが重点的に説明といいますか、まず分かってもらわなくちゃいけないことということでの概略の説明ということになるんですが、ただこれ果たして分かっていただいてるんでしょうか、その辺がちょっと不安でもあります、心配ではあるんですね。これを分かっていただかないことには、プレゼンテーションした意味がない、要するにこの
一生懸命練習した意味がなくなるわけなんですね。そういうことですね。さあ、じゃあ2回目説明いきましょうか。まあ何時かな、6時半か。これから説明した7時ですね。あと4回ぐらいできるのかな。よし、行こう。こんにちは。ケンキ株式会社の 森山と言います。では、それでは早速説明に入らさせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。今回の手前どものシステムは、ご提案申し上げる内容は、硬水分立のバイマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、なかなか利活用が難しいと言われています。硬水分立、水分率の多いバイマス、有機廃棄物を化石資源の代替、化石燃料の代替燃料として利用して、これを熱エネルギー変化、熱波温水蒸気で利活用しようというシステムでございます。具体的には、高水分率、水分率の多い、なかなか利活用難しいバイマス、有機廃棄物をまずは乾燥させ、まず乾燥させて、それを燃料化すると。その燃料化したものを化石燃料の代替燃料として、バイマスバーナーで燃やすと。燃やした後は、これを利活用、熱風温水蒸気で利活用しようとするシステムでございます。このシステムは、乾燥機とバイマスバーナー、を一体化させたシステムでございまして、乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ単独ではもちろん実績がございますし、稼働しているんですが、これを一体化させたもの、これをバイオマスバーナーと乾燥機を一体化させたもの、組み合わせて一体化させたものというのは、現在なかなか見かけませんというか、ございません。そういった意味では、この乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ特許を出願して、特徴のある商品、他社にはない特徴のある製品なんですが、これらを組み合わせることによって、高水分率、水分率の多いバイマス、有機廃棄物の利活用 をより容易にした、より簡単にしたシステムということが言えます。このシステム、つまりバイオマス、有機廃棄物の熱利用のシステムを容易にしたシステムということが言えます。高水分率、水分率の多い、あら、ストップウォッチを押すの忘れた。毎回初めからやりますね。さっきちょっと詳しく説明すぎるのかな。この高齢時点で2、3分かかってるんですよね。ただこれ最初に説明するのが肝心だと思ってるんですけどね。まず概要を説明するのが肝心ですよね。もう一回いこうかな。よし、初めからいきます。こんにちは。ケンキ株式会社の森山と申します。それでは早速、短い時間ですので早速説明に移らさせていただきます。ぜひとも今日は最後までよろしくお願いいたします。今回の手前ども内容、システムの内容は、ご説明申し上げる内容は、硬水分立バイマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、従来なかなか利活用が難しいと言われています。硬水分立、水分率の多い、硬水分、水分をたくさん含んだバイマス、有機廃棄物を、化石燃料の代替燃料として使おうと。で、この代替燃料と使い、それを熱風温水蒸気の熱エネルギー変化を行う。つまり、利活用でバイオマス、あるいは有機廃棄物の熱利用のシステムということが言えます。わかるかな、これで。どうかな。で、このシステムはですね、実際、乾燥機とバイオマスバーナーの組み合わせ、一体化されたシステムなんですが、もちろん単独では乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ、実際いろんなところで稼働してます、動いてます。ただ、この一体化されたシステム、乾燥機とバイオマスバーナーを一体化されたシステムは、現在のところなかなか見かけません。というかございません。で、この乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ特許出願をしております。他社にはない特徴がございまして、それを組み合わせる、商品量から製品を組み合わせて、それを組み合わせることによって、高水分、水分率多いバイオマス、従来なかなか利活用が難しかったバイオマス、あるいは有機廃棄物の利活用を容易にした、簡単にしたという熱利用のシステムということが言えます。で、これは実際の乾燥テスト、燃焼テストの様子でございます。高水分率のものを火を使わずに乾燥させて、それを低温乾燥。つまり低い温度で乾燥させることによって、この原料内に含まれてます有機分を燃焼に必要な有機分を飛ばさない、揮発させずに乾燥させ燃料化すると。それを化石燃料の代替燃料としてバイオマスバーナー燃焼させるというテストなんですが、これは従来
の火床がない、従来式の燃焼方式と全く違って火床がない、燃焼方式、ガス化燃焼方式をとっておりまして、燃焼後にそれにより塊が発生しない、有形固形物、クリーカーが発生しないという大きな特徴でございます。で、手前ども会社は昭和39年、創業でございまして、現在で47年目を迎えます。販売を近畿株式会社、製造株式会社森山工作所2社で行っておりまして、経営者は森山秀光、私の父でございます。現在年齢73歳、まだまだ現役でバリバリでございます。2ページ目に行きます。手前どもの会社の案内でございます。業務内容でございます。産業機械機器全般にわたりまして、設計、製作、施工、メンテナンスと一貫したものづくり、製造業務となっております。お客様の要望に合わせて、図面を書いてそれを製作するという一品料理式、受注生産式をとっております。現在のところ下請けは全くやっておりません。で、環境ということで、2005年に東京都の企業と共同で、ベルト式汚泥乾燥機、火を使わずに乾燥させる乾燥機の開発に着手しました。これが、環境分野進出の第一歩だということが言えます。この乾燥機について言えば、昨年度、ケーリプさんに販路開拓プロジェクトで採択いただきました。おかげさまで1台納入させていただくこともできました。ありがとうございます。この乾燥機と今回はバイオマスバーナーを一体化させたシステムでございます。で、この2010年4月この MIS バイオマスバーナーを作っているメーカーと販売契約を承認いたしました。これがシステムの始まりでございまして、2011年7月と書いておりますが、つい最近7月25日の福岡ベンチャーマーケット新製品展示会で出展させていただくと同時に、ビジネスプラン発表会で採択いただきまして、このシステムのプレゼンテーションをさせていただいたということでございます。3ページ目に行きます。ぜひ、販路開拓ということでのお願いでございますが、このシステム、乾燥機とバイオマスバーナーの組み合わせですけども、乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ、実績はございます。ところが、この一体化したシステムとしての販売実績はございません。従来よりメディア掲載、展示会出展、セミナープレゼン、インターネットの利用、あるいは積極的な活用、あるいは大学の技術支援ということで、いろんな積極的な活動、ここは行っているんですけれども、ぜひともですね、納入実績、これからということで、案の開拓プロジェクト採択いただきますよう、ぜひともよろしくお願いしたいということでございます。で、次のページいきます。4ページ目でございます。どういったものが原料、燃料、化されるのかということでございますが、実際にこれは農水省の図を抜粋しています。降水分率のものを燃料化するということで、水分率が多いものです。家畜排泄物、下水汚泥、汚泥に関して言えば有機汚泥全般的に燃料化は可能でございます。降水分率の食品廃棄物、あるいは未利用バイオマスの筆頭に挙げられます林地残材、これは今森林荒廃、国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。そういった意味でこの林地残材利活用することによりこの森林再生につながればという思いがございます。で、続きまして、システムのフローズでございます。まず、原料を乾燥機、排熱乾燥機と書いてございますが、ここに投入と。投入した後は、ジュール R、これがバイオマスバーナーでございます。これ燃焼させて、そしてボイラーで、熱風温水蒸気を発生させるというシステムでございます。このシステムの大きな特徴はですね、排熱を利用するということでございます。わざわざ乾燥機の熱源に他から持ってくるのではなく、新しい熱を持ってくるのではなく、このシステム内の熱、排熱を利用しようというシステムでございます。で、この排熱を利用したシステムは、このシステム、燃料化システムなんですが、このシステム自体は、資源リサイクル、再生可能エネルギーの資源リサイクルのシステムということが言えますが、このシステム内部は、この排熱を利用した熱リサイクル、サーマリサイクルのシステムということが言います。ところがですよ、男どっこい、今何分経ったんだ。ストップウォッチも押すの忘れてました。こらいかんな。もう一回最初からいきますね。こういう慌てもんなんですよね、相変わらずね。なんとですよ。ストップウォッチを押すの忘れた。今何時かな。あ、もうすぐ6時50分か。6時50分か。なんてこったい、なんてこったい、なんてこったい、なんてこったい。若干説明内容を書いているんですよね。時間把握の回な。乾燥機の説明やめようと思うんですよね。というのがですね、実はこれ、昨年度なんとこの乾燥機について販路開拓プロジェクト採択いただいたんですよ。この同じプロジェクトに2年連続でですね、なんとか採択いただこうということで、今回は燃料化システムということなんですね。昨年度ですね、この販路開拓プロジェクトに採択されたおかげで、実はですね、受注がやっぱり決まった
ということとですね、あと1点、なんと、案件まだあるんですよ。いいですね、こういうのはね、そういう意味では。全く何もないわけではなくですね、こういったものがあればですね、どんどん活用していかないといけないですね、やっぱね。選ばれたということですね。これ選ばれただけの価値があって、それを利用するのがもっと価値が生まれるわけであってですね、そういった意味ではですね、じゃんじゃか利用させてもらわないと、あらゆるものもですね、そういうことです。もちろん開発っていうのは考えていかなくちゃいけないですね。日頃、第六感、五感以外の第六感を散々利用して、できるだけ利用して新しいもの、開発、アイデアを浮かべていかなくちゃいけないわけなんですけど、それに伴ってやはり、この、売れないとですね、売れないとダメなんですよ。実績ができないとまずダメなんでですね、実績を作ることによって、今後広が、展開が広がっていくわけだ。実績ができて動かすとですね、またその内容が見えてくるということで、さらなる展開といいますか、さらなる、改良というのがまた生まれてくるんですね。そういった意味ではやはり実績ですね、どんどん、売れていかないことには、やはりより良きものができないというふうに考えています。そういった意味での販路開拓プロジェクト、ぜひとも採択いただきたいなというので、今審査せ、一時審査、せっかく通ったんですが、二次審査プレゼンテーション、うまいこといくように、やらないといけないですね。そういった意味での練習です。練習です。そういった意味での練習。はい。行きましょうかね、次もね。よし、失敗だな。現地で、その、プレゼンテーションの会場で、トップウォッチを必ず忘れ、トップウォッチをその忘れないで説明しないといけないというのは、やはり、体で覚えてもらわなきゃいけないですね。体で覚えておこう。よし、さあ行こうかな。よし。こんにちは。建機株式会社の森山と申します。今日は短い時間ですけど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきます。ご説明申し上げる内容は、硬水分立バイマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、硬水分立、水分率が多いためになかなか利活用されないバイオマス。利活用が難しいと言われてます。バイマス。有機廃棄物を化石燃料の代替燃料として使おう。熱利用しようというシステムでございます。この高水分率、水分率の多い利活用が難しいと言われてます。バイマス。有機廃棄物をまずは乾燥させると。で、乾燥させてそれを燃料化する。で、燃料化させたものをバイマスバーナーで燃やす。燃焼させて、それを熱エネルギー変化、熱風温水蒸気を発生させる、熱利用のシステム、利活用の利活用でございます。乾燥機とバイマスバーナー。このシステム自体は乾燥機とバイマスバーナーの組み合わせのシステムでございます。乾燥機、バイマスバーナー、それぞれ単独では実績あり、動いているでございますけれども、これを一体化させる。乾燥機とバイマスバーナーを組み合わせて一体化させたシステムというのは、今のところなかなか見かけません。と言いますか、ございません。で、それぞれ特許出願しておりまして、商品力、提案力ある商品なんですが、これらを組み合わせる、一体化させることによって、従来難しい、困難と言われてました、硬水分率の、水分率の多いバイオマス、有機廃棄物をの利活用を容易、簡単、より容易、簡単にできるシステムということが言えます。続きまして、実際に乾燥テスト、燃焼テストというのをいろんなもので繰り返しております。高水分率、水分の多いものを火を使わずにまず乾燥させて、低温乾燥させると、低い温度で乾燥させるということは、燃焼に必要な有機分が飛んでいきません。揮発しない、有機分が飛ばない、揮発しないということが言えます。で、高水分率のものを乾燥させて、まずは燃料化すると。それを化石燃料の代替燃料としてバイオマスバーナーで燃やすんですが、このバイオマスバーナーは、新しい燃焼方式でございまして、火床がない、火格子がない燃焼方式でございます。ガス化燃焼方式という燃焼方式をとっておりまして、で、燃えた後に塊が発生しない、有形固形物、クリンカーが発生しないというのが大きな特徴でございます。次のページに行きます。手前どもの会社の案内でございます。昭和39年、創業でございまして、今現在は販売を建機株式会社、製造を株式会社を、森山工作所、この2社で行っております。で、社長は森山秀光、私の父でございまして、現在年齢73歳、未だに現役でバリバリでございます。で、創業以来47年目、今年で47年目を迎えます。
次のページいきますね。ページ目。手前どもの業務案内でございます。業務内容としましては、産業機械機全般にわたりまして、設計、製作、施工、メンテナンスと一貫したものづくり、製造業を営んでおります。お客さんの要望に合わせて図面を書いて、製作するという受注生産式、一品料理式の生産方式をとっております。現在のところ下請けは全くやってございません。で、手前どもは乾燥機を開発して、それを作って売ってるわけ、作ってもちろん売るわけなんですけども、おかげさまで昨年度は、ケイリープさんの方、こちらの方で、販路開拓プロジェクトに採択いただきました。大変ありがとうございました。おかげさまで、一台に実現できましたし、その後も、未だ、案件として続いている、商談が続いている案件もございます。で、このシステムについては、2010年4月、株式会社 MAS、ここはバイオマスバーナーを作っているメーカーですけども、ここと販売契約を調印したと、ここが始まりでございます。で、最近で言えば2010年7月25日、これはごく最近なんですけど、福岡ベンチャーマーケットで新商品展示ということでの展示会出展、あるいはビジネスプラン発表会での採択を受けまして、プレゼンテーションをさせていただいたということもございます。3ページ目に行きます。実のところ、このシステム、乾燥機とバイオマスバーナー、それぞれ実績、販売実績はございます。ところが、この一体化させたシステム、燃料化システムでの実績はございません。そういった意味での、ぜひ販路開拓のプロジェクト採択をお願いしたいということでございます。もちろん従来よりメディア掲載、マスコミ掲載、展示会出展、セミナーでのプレゼンテーション、あるいは、ね、インターネット、積極的なインターネット活用をさせていただいているわけでございます。あるいは大学においては技術支援をいただいています。そういった意味で積極的にいろんな活動をやってるんですが、ぜひとも販路開拓プロジェクトということでのお願いでございます。採択のお願いでございます。バイオマス利活用、どういったものが一体燃料ができるのかということでの、農水省の図を掲載させていただいています。降水分率のものを燃料化ということでございまして、家畜排泄物、あるいは下水汚泥、汚泥に関しては有機汚泥全般にわたって燃料化可能であるということは言えます。あるいは降水分率の除菌廃棄物、あるいは未利用バイマスの筆頭に挙げられます林地残材、国土面積の 66% を占める、この間伐材、林地残材、国土面積を占める森林荒廃が問題視されています。これら、森林再生のためにも林地残材利活用ができれば、おかしいな、ちょっといかんやったら。こういかんやったですね。未利用バイマスに、人に挙げられます林地残材、これについては今、国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。この林地残材を利活用することにより森林再生につながればという思いがございます。続きましてシステムフローズでございます。まずバイマス原料、降水分率のものを乾燥機に投入、それを乾燥させて、それをバイマスバーナー、ジュールアール、これジュールアールって書いておりますが、これがバイマスバーナーでございまして、これでここで燃焼させる。で、燃焼させた後はボイラーで熱風温水蒸気を発生させるということでございます。で、このシステムの大きな特徴は、排熱を利用した乾燥、システム内の排熱を利用して乾燥させるということでございます。わざわざ他から新しい熱源を持ってきて、それで乾燥させるのではなく、この内部の排熱を利用するということでございます。このシステム自体は再生可能エネルギーの、利活用のシステムでございますけれども、このシステム内で言えばですね、熱のリサイクル、サーマルリサイクルのシステムでございます。資源リサイクルのシステムでございます。これについて、排熱利用の熱リサイクル、サーマルリサイクルのシステムでございます。乾燥テスト、あるいは燃焼テストを繰り返しております。乾燥前の降水分率のものを火を使わずに低温で乾燥をまずはさせると。低温で乾燥させることによって有機分、燃える燃焼に必要な有機分がなかなか揮発しない、飛んでいかないということでの燃料化でございまして、続きましてガス化燃焼方式という新しい燃焼方式を取っているガス、バイマスバーナーでございまして、飛行士がない、火毒がないというこのバイマスバーナー、燃焼後に塊、有形工芸物が発生しない、クリンカーが発生しないという大きな特徴を持っております。続きまして6ページ目でございます。化石資源代替燃料化の意義でございます。
なぜこんな化石燃料代替燃料化するのかということでございます。従来、例えば有機廃棄物であれば、セメント切る、あるいは、での処理、あるいは、産廃工場の化石燃料を使ってでの燃焼、燃やす、あるいは資源リサイクルということでの堆肥肥料、飼料ということでございますが、すべてが利活用されているわけではなく、実際のところ埋められているのもございます。それで手前どもこのシステムということで、化石燃料の代替燃料化ということで、まず化石燃料の枯渇の対策につながる、あるいはバイマスであれば、これはカーボンニュートラル、CO2 燃焼したとしても CO2 の削減につながりますので、地球温暖化防止につながる、あるいはこれのシステムは廃棄物をなくす、あるいは少なくするというシステムでございますので、そういった意味ではなかなか最終処分場の確保は難しい現在、少しでもお役に立てればということでございます。で、この燃料化システムの工場内、一つの大きな枠組みではなく、一つの小さな枠組みと工場内で見た場合には、一つの大きなメリット、2つの大きなメリットがございます。1つ、化石燃料の使用量の削減、もう1つが産業廃棄物量の削減でございます。化石燃料の削減ということであればですね、もちろんコストの削減につながるんですが、それとともに CO2 の削減にもつながります。CO2 の削減であればですね、排出量取引の排出権の取得が可能であるというのが1点目。もう1点が、産業廃棄物コストももちろん削減できるんですが、これは環境保全に貢献ができると。そういった意味合いでは、環境に良いことをやっているということでの企業 CSR、対外的にアピールができる、あるいは環境 ISO である1万4000の取得にも役に立てればということでの、このメリットでございます。続きまして、コスト計算ですが、これについて言えば、実際にテストを行い、それぞれにコスト計算はさせていただいています。これは例えばの一つの例でございまして、このシステム、燃料化システムについて言えば、競合他社がないの現在でございまして、今現在は産廃費用、産業廃棄物費用との比較でのお客様の方へのコスト計算提出をさせていただいています。これは例えばの例で、食品工場で乾燥前100キロの時間帯100キロが出る場合でのコスト計算ということで、産廃費用とイニシャルコスト、ランニングコストでの比較をさせていただいています。これが8ページ目でございまして、9ページ目、これはですね、コスト計算した上でのグラフ化したものでございます。実際は5年で焼却する、5年以上、5年以降は利益が出てくるという計算でございます。もっと分かりやすくという意味合いで、10ページ目、コスト計算の折れ線グラフでございます。損益分岐点ということを、記入させていただいてますけど、約やはり5年で、消却すると、それ以降は利益が出てくるという計算でございます。続きまして11ページ目なんですが、共同開発の会社はですね、バイマスバーナーメーカーを作っているメーカー、株式会社 MIS でございます。平成19年設立のベンチャー企業でございまして、すでにここもバイマスバーナーについては特許出願をされています。で、手前ども会社も乾燥機で特許出願させていただいているんですけど、知的所有権ということで、2010年4月、福岡県知的所有権センターさんに仲介に入っていただいた上で販売契約を調印させていただきました。これがシステムの開始始まりでございます。で、システム開発につきまして12ページがシステム開発販売体制でございます。燃料化システム、手前どもの会社と MIS で共同開発あるいは提案販売させていただいているんですが、技術的な支援ということで九州大学に入っていただいています。そこはバイマス、熱、あるいは乾燥というこの3つの技術支援をいただいているということでございまして、あるいは木材に関して言えば福岡県森林林業技術センターさんに入っていただいて、あるいは知的所有権特許権等については福岡県知的所有権センターさんに入っていただいています。あるいはこのシステムを実際導入いただくと CO2 の削減につながるということで、排出量取引の取得が可能でございます。排出権の取得でございます。それで、国内クレジット、国内では国内クレジットでございます。で、国内クレジットの専門医の方にもご協力いただいて、お客様の導入していただいた際は国内クレジットを取得していただいて第一級への販売ということでも、対応が可能でございます。続きまして、乾燥機の特徴でございます。すでに特許出願3件させていただいているんですが、最も大きな内容、メリット、大きな特徴としましては、火を使わない、
火をかけないということでございます。木材、固形物か汚泥かすまで、付着性の強いものまで、すべて乾燥が可能でございまして、それは特徴でございます。付着性のない羽。この羽、ですね、二軸があってスクリュー式の羽がついてるんですけど、本体内には。これが回転することによって、乾燥させ排出するんですが、木材、固形物であれば、決して詰まることなく、停止することなく排出する。あるいは、付着性の強いおでかすであっても、羽に付着しないで確実に乾燥として排出できるというのが大きな特徴でございます。で、構造が簡単で、メンテナンスが非常に楽である点。連続式コンビア式でございます。付帯の、搬送機器が最小限で済むということも言えます。あるいは、低温乾燥。この、燃料側にとって大きな特徴である、低温乾燥がですね、大きなところでございまして、これ何かと申しますと、低い温度で乾燥させれば、有機分、原料に含まれます有機分、燃焼に必要な、燃焼するに必要な有機分がなかなか揮発しない、飛んでいかないというのが特徴でございまして、そういった意味では、この乾燥機は燃料化に最適ということが言えます。続きまして、これ写真でございます。実際の乾燥させる前、乾燥した後の燃料化。ということでの木材固形物から付着性の強いおでかすまで何でも乾燥できるということでの写真でございます。で15ページ目がこれが他製品との比較でございます。手前の製品は木材固形物からおで付着性の強いおでかすまで、それも低温乾燥で低温乾燥でできるということでございまして、それを他の機種とはには見当たらない特徴だということが言えます。で16ページ目についてはこれは新聞掲載実際していただいた内容でございます。で17ページ目いきます。これがバイマスバーナーの特徴、ジュール R の特徴でございます。すでに特許出願はしておりますが、これは何といっても大きな特徴、飛行士がないということでございます。人子がないという燃焼方式、ガス化燃焼方式、新しい燃焼方式を取っておりまして、より完全燃焼に近い形で燃えます。燃えるために、クリンカーが発生しない、有形固形物が発生しません。これは何かと申しますと、燃えた後に、燃えた後に、火床式の場合は塊が発生してたんですけど、これが発生しないと。で、従来はチップ、ペレット等ぐらいしか燃えなかったんですが、それ、ではなく、粉体まで燃える。あるいは家畜粉で、竹樹皮、生ゴミ、RPF と、従来燃やせなかったものまで燃やせるというのが大きな特徴でございます。そして、なんといっても、混在で燃焼ができる。混在燃焼ができるというのが大きな特徴でございます。続きまして、18ページ目がこれ実際の実績での写真でございます。温水管、あるいは真ん中の上の写真は、これは排菌床。排菌線を乾燥させ、そしてこれを燃焼化して、で燃料化、燃やすと。燃やした後は、これは熱風利用させているというのが実際でございます。で19ページ目は、これは従来製品との比較でございます。ジュール R は、このバイマスバーナー、ガス化燃焼方式でございまして、従来の飛行士式の燃焼方式ではございません。新しい燃焼方式でございます。それにより、クリンカー、有形固形物が燃えた後の塊が発生しない。あるいは燃料を選ばない。従来は木質、それもチップ、ペレット等ぐらいしか燃やせませんでした。ところが、このジュール R について言えば、竹、樹皮はもちろんですが、固形物から粉体まで燃やせると。で、より完全燃焼に近い形で燃えますので、灰の発生量も非常に少ないというのが大きな特徴でございます。新聞掲載はすでにこのシステムとしての新聞掲載をいただいています。あるいは九州産業経済、九州経済産業局の調査報告書にも掲載いただきました。続きまして21ページ目でございます。経済雑誌、地元の、経済雑誌、福岡経済に掲載いただいています。手前ども会社、そして MIS 別々に掲載いただいています。そして、週刊経済誌にも掲載いただきました。で、22ページ目。現在のところ、ターゲットを食品工場と産廃工場に絞っております。現在のところは絞っておりますが、今後はさらなる展開もちろん、考えていきたいというふうに考えております。で、食品工場の場合、温水利用。食品工場ほとんどが温水を利用しています。そういった意味での、温水利用でのシステムで提案を申し上げております。温水を発生させるんですが、まずは排熱で乾燥させる。それは高水分率の食品汚泥を乾燥させ、燃料化しようという考えなんですけども、ただ、この食品汚泥について言えば、凝集剤というのが、薬品が必ず混ぜられている場合がほとんどでございます。そうすると燃焼の際に安定的に燃焼しない。安定燃焼できないというのがございますので、それで木質を一緒に混ぜる。混在燃焼させるということでございます。混在で燃焼させて、そして排熱を利用した乾燥で温水を発生させると。温水を発生させた後は、
工場利用、工場内の利用、あるいは蒸気の元湯として利用できる。ただし、燃焼後は灰が発生します。灰については、食品汚泥であればですね、農家に還元というのも可能でございます。もし農家に還元できれば、このシステムでは全く廃棄物が出ない、ゼロミッションのシステムということが言えます。続きまして、産廃工場でございます。産廃工場も同じく温水を発生させるんですが、食品汚泥を乾燥させ、それは排熱で乾燥させるんですが、これについてもやはり、凝集剤等が混ざられているというのがほとんどでございますので、安定燃焼が難しい、というのが言えます。それで、木質と混在燃焼させるわけなんですけども、木質の場合、産廃工場の木質というのはですね、廃建材、あるいは廃木材が集まりますので、そういったものと一緒に燃焼させると。で、燃焼させた後は温水利用ということで工場内利用なんですが、一部は乾燥機にも持っていけると。排熱と一緒に温水も利用して乾燥ができるということでのシステムの内容でございます。乾燥あるいは燃焼のテストを何度も繰り返されます。硬水分離のものを乾燥させるんですが、火を使わずに、有機分飛ばさずに低温乾燥させると。そして燃焼ガス化燃焼方式の新しい燃焼方式で燃やします。飛行士がないために固まり、クリンカーが発生しません。で、続きまして最後に、このシステム、もちろんコストが、合わなければ導入難しいんですけれども、いろんな社会的背景ございます。化石燃料の枯渇の対策につながる。これは再生可能エネルギーで今後追い風が吹くと考えております。エネルギーの分散化、地産地消でのシステムが導入可能でございます。そういった意味では地域産業の発展、あるいはこういうの創出につながればという思い、地球温暖化防止、そして持続可能循環型社会形成ということでの資源リサイクル、大気汚染防止、ソックスの排出は非常に少なくございます。そして海外転換可能ということで、ぜひともこの採択をお願いしたいということでございます。今日はどうもありがとうございました。今で20分。やはり少し早口だねと言えないのかな。内容量が多かったのかなというのが一つあるんですけど、これに2回目ですね。ちょっとあれですね、時間計ってなかったんで、半分ぐらいまで行って、それからまた始めたものですが、時間結構経ってしまったんですけど、今ので20分です。ちょうど20分。さあ、じゃあ3回目行きましょうか。今日で7月終わりですね。7月も終わりです。もう8月ですね。夏真っ盛りなんですけども、昨日結構大きな地震があったんですね。お怪我された方もいらっしゃったみたいですけど、お見舞い申し上げます。で、洪水ですね。すごかったですね。新潟、福島ということで避難された方もたくさんいらっしゃるみたいですけど、最近は自然災害というのは多いですね。そういった意味では、この異常気象というのはやはり何らかの原因があるんでしょうか。地球温暖化防止につながれば、これが自然災害、異常気象の解決につながればという考えもあるんですけど、果たして私の頭脳というのは私どもではなかなか何が原因かって分かってないんですけども、言われている、これが一般の偉い方が地球温暖化防止だと言われているので、これが少しでも環境に良いことであればですね、やはりこれは推し進めるべきであろうというふうに考えています。この、排出量取引というのもやはりいろいろ意見はありますね、実際ね。どうなんでしょうかね。これはただ、一つはですね、日本国内で JBAR とかですね、あるんですよ、JBAR。これ、森林を守るっていうのが意味が大きいんです。環境省がやってる内容なんですけど、森林を守る上での JBAR、つまり、今、森林荒廃、国土面積の 66% を占める森林なんですけど、CO2 をやはりここで吸収してもらわないといけないんですよ、実際のところ。地球温暖化防止ということでの CO2 削減っていうのは、日本国内だけじゃなくて、国際的 COP、今度17でしたっけ、次回は COP17 もあるんですが、COP16 まで、16回までは、いろいろ、全世界で協議されている。まあ、確かに、アメリカと中国入ってないってことなんですけど、特に中国はでも CO2 削減積極的にやってるというのは実際なんですね。まあ、CDM がありますけど、これは先進国と途上国、発展途上国との間でプロジェクトを進行させ CO2 排出を削減できればこれはカウントされるということでの CO2 削減なんですが、中国盛んにやってますもんね、 CDM に関して言えば。で、日本版の JBAR、CDM ですけど、こ
これが森林の荒廃を防ごうと、ある意味では森林荒廃を防ぐ意味で、森林のお金を回そうという発想なんですね。売買の取引、お金の取引がありますけど、やはり森林荒廃というのは、林業が盛んにならないと森林荒廃を防ぐ、森林再生につながらないわけであってですね、それに少しの役に立てる方法として、CO2 削減ということでのお金がですね、森林の方に回ればですね、一つの、林業再生、森林再生につながればということにつながっていくんじゃないかというふうに考えるわけでございまして、どうなんでしょうか。ものづくり製造をやってますので、そこまで深いところまでよくわからないんですけど、森林で一番問題になっているのは、まず間伐でしょう。間伐誰がやるんだ。あるいは間伐したものを誰が持ってくるんだということなんですね。そこにもやはりコストがかかるものですから、なかなかこの森林バイマス、あるいは木質バイマスが成り立たないんで、そこに原因があるんですね。やはりコストなんですよね。化石燃料は下がる一方ですもんね、金額は。ただもう今後は下がらない可能性は大きいですね。ただシェールですね、シェール。最近はシェールと言われてますけど、LPB、LPG、LNG、天然ガスですね。ごめんなさい、天然ガスですね。天然ガスについて言えば、これからは CO2 排出が少ない。まあ、化石燃料の中で少ないと言われてるだけであって、他の再生可能エネルギーと比較するとかなり多いのは実際ですよね。化石燃料に変わりないわけですから。それは実際は変わりない。全く変わりないわけですね。何の話してた。よし。次回な、もう何回目か忘れてしまいましたけど、また頑張りましょうか。よし、行こうかな。もう1時間になるんじゃないの？まあいいや。行きます。こんにちは。元気株式会社の森山と申します。あ、これも、もう一回最初から行きますね。こんにちは。元気株式会社の森山と申します。今日は短い時間ですが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速説明に移ります。あ、いかんやった。ソッポチをしない。もう挨拶のところはソッポチを超えてますもんね。やはりですね、会場ではですね、タイムキーパー、タイム係がいらっしゃるんですよ。タイム係の方。多分15分、5分前にピーンと鐘が鳴るんだと思うんですけど、5分ですよと、あと5分ですよとお知らせいただくためにですね。ちょっとこのストップウォッチについてお話申し上げるとですね、前回採択されなかったプロジェクトが実はあるんですね。それは、その場合もですね、20分だったんですよ。20分だったんですが、ストップウォッチを押すの忘れたんですね。ストップウォッチを忘れてたんですけど、てっきりストップウォッチを押したもんだというふうに思ってプレゼンテーション始めたんですね。で、途中でちょっとストップウォッチを見ると全然動いてないんですよ。それ見た瞬間、実は頭の中真っ白になってですね、うわ、本当に大丈夫か、この後時間どのくらいあるんだということで、やはりどうなったかというとね、口が早くなっていくんですね。間に合わないかもしれないという考えがどうしても頭の中をよぎるというか、もう閉めてしまってですね、間に合わせなくちゃいけない、なんとか時間を終わらせなくちゃいけないというのが先に立ってですね、結局はですね、かなり時間余ってしまったんですよ。そんな状態での説明で早く分かっていただいたかというと、やはり疑問符がつくわけであって、結局やっぱり採択されませんでした。それについてもですね、書類審査を通ったんですよ。ただプレゼンテーションで落ちたということなんですよ。そういった意味では時間配分というのは非常に大切で、体で覚えるというのは、体で一番覚えておくというのは最もよろしいんでしょうけど、ある程度100回ぐらい練習すれば分かるんでしょうよ。ここ何回かやってるぐらいではどうかなというのはありますね。ただこのプレゼンテーションの練習、今もやってますけど、最初は何日でしたっけ、7月の12日ぐらいから始めたかな、7月の12日から始めたんですよ。そういった意味では何時間なんですか、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、18日間か、しなくて分かるよね、しなくて分かるんやから。18日、なぜ18日かというと、プレゼンテーションは25日あったからですから、その時は練習してないですね。練習というわけ本番ですからね。それだけでも考えたわけでもそうですね。18日やってるんですけども、25回、30回、30回ぐらいやってますよね。それでもこんな状態ですから、なかなかあれですね、人の網にはなれないですね、プレゼンテーションに関しては。何言ってんだ。時間はまた過ぎていく。よし、始めます。こんにちは。元気株式会社の森山と申します。今日は最後までお付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速説明に入らさせていただきます。
今回説明する内容は、降水分率、バイマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これを何かと申しますと、従来なかなか利活用が困難と言われています。従来より困難と言われています。降水分率、つまり水分率の多いバイマス、有機廃棄物を化石燃料の代替燃料として使い、それを熱エネルギー変換、熱温水蒸気を発生させるという、熱利用、バイマス、有機廃棄物の熱利用のシステムでございます。このシステムは、乾燥機とバイマスバーナーの組み合わせでございまして、まず、高水分率のものを乾燥機、水分率の多いものを乾燥機で乾燥させ、これを燃料化すると。燃料化したものをバイマスバーナーで化石燃料を代替燃料として燃やすと。燃焼させた後は熱エネルギー変換を行い、熱温水蒸気を発生させるというシステムでございます。このシステムは乾燥機とバイマスバーナー一体化されたシステムございまして、実のところ国内ではなかなか現在のところなかなか見かけないシステムでございますと言いますか、実際ないシステムでございます。もちろん乾燥機とバイマスバーナーそれぞれ実績もございますし、また特許出願しておりまして、他社にはない特殊競争力ある商品でございますが、これを組み合わせることによってですね、この他にはない特徴、特許出願済みの乾燥機バイマスバーナーを組み合わせて一体化することによって、従来なかなか利活用が難しい、困難だと言われています高水分率、水分率の多いバイマス、有機廃棄物をの廃棄物の利活用を容易簡単にしたシステムということが言えます。わかりますか？これでいいのかな？これ2分取ったんですよ、今まで。で、乾燥機とバイマスバーナーで、いろんなものの乾燥テスト、あるいは燃焼テストを繰り返しております。乾燥機でまず、高水分率のものを火を使わずに、低い温度で乾燥。低い温度で乾燥することにより、燃焼に必要な原料内の有機分、有機分が揮発しない、飛んでいかない。ということでの乾燥後の燃料化。そして燃焼、バイマスバーナー。これは火床がない、飛行士がないか、バイマスバーナー。で、新しい燃焼方式、ガス化燃焼方式をとっておりまして、それで燃焼後にクリンカー塊が発生しない。というのが大きな特徴でございます。続きましていきます。まず会社案内でございます。昭和39年、創業でございます。今現在は販売を建機株式会社、製造を株式会社森山工作所、この2社で行っております。経営者は私の父、森山秀光でございまして、年齢73歳、未だに元気バリバリでございます。今年で、この、創業以来47年目を迎える会社でございます。で、会社案内と、業務案内としまして、産業機械機器全般にわたりまして、設計、製作、施工、メンテナンスと、一貫したものづくり製造業を営んでおります。受注生産式、一品料理式、お客様の要望に合わせて、設計図面を書いて製作するという受注生産式、一品料理式の生産方式を取っております。現在のところ、下請けは全くやっておりません。手前でも乾燥機を作っているんですけれども、おかげさまで昨年度、ケイリプさんには販路開拓プロジェクトに採択いただきました。おかげさまで1台納品させていただいたとともに、未だに商談もついている案件もございます。で、このシステムの内容について言えば、2010年4月、バイマスバーナーを作ってございます。MIS との販売契約調印、これが始まりでございます。ごく最近では2011年7月、25日、ごく最近には、この7月25日に福岡ベンチャーマーケットで新商品展示会で出展させていただいたとともに、あとビジネスプラン発表会にも採択されて、このシステムでのプレゼンテーションをさせていただいたという経緯がございます。3ページ目に行きます。ぜひとも販路拡大プロジェクト採択お願いしたいということでございます。と申しますのが、積極的にいろんな活動をやっております。メディア掲載、展示会出展、あるいはセミナープレゼン、あるいはネット、インターネットの、積極的な活動、技術面では大学との支援を受けると行っております。ただ、このシステム、乾燥機、バイマスバーナー、それぞれ実績はありますし、実際稼働しているんですが、このシステム、一つのシステム、バイマスバーナーとこの乾燥機を組み合わせた一体化したシステムでの未だに実績がないというのがありまして、それでぜひとも販路拡大プロジェクトをお願いしたいと
採択お願いしたいということでございます。で、どういったものが、4ページ目ですね。どういったものが燃料化できるかということでございます。洪水分離のもの、家畜排泄物、これは農水省の図を掲載させていただいてます。家畜排泄物、あるいは下水汚泥、汚泥に関して言えば有機汚泥であれば、ほとんどがもう燃料化は可能でございます。そして食品廃棄物、洪水分離の食品廃棄物、あるいは未利用バイオマスの筆頭に挙げられます。林地残骸、今現在、森林、国土面積の 66% を占める森林が問題視されています。そういった意味では、この林地残骸を利活用することにより、森林再生につながればという思いでございます。続きます。5ページ目でございます。このシステムのフローズでございます。バイマス燃料、洪水分離のものを乾燥機にまず投入して、ジュール R。これがバイマスバーナーでございます。このバイマスバーナーを燃焼させて、ボイラーで熱風温水蒸気を発生させるというシステムございますけれども、このシステムの大きな特徴は、排熱を利用した乾燥機ということでございます。他からわざわざ熱を持ってきて乾燥させるのではなく、このシステム内の排熱を利用した熱リサイクル、サーモリサイクルのシステムということが言えます。これが大きな特徴でございまして、このシステム自体は資源リサイクル、再生可能エネルギーの資源リサイクルのシステムでございますけれども、このシステム自体はこのサーモリサイクル、つまり熱リサイクルのシステムということが言えます。6ページ目に行きます。次のページいきます。いろんなものを乾燥させ、燃料化させ、そしてバイマスバーナー燃焼テストを行っております。で、水分率の多いものを火を一切使わずに、低い温度で乾燥させるということでございます。低い温度で乾燥させるということは、燃焼に必要な有機分が飛んでいかない、揮発しないということで、化石燃料、代替燃料として使おうと。乾燥後は燃料化ということでございます。そして、燃料化の方は、バイマスバーナーで、非公式がない、火床がない、新しい燃焼方式でございます。ガス化燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼させると。で、燃焼後も塊は一切発生しないということでのシステムでございます。続きまして、化石資源代替燃料化の意義でございます。現在、例えば有機廃棄物であれば、セメント切る、産廃工場での焼却、化石燃料を使った上での焼却、あるいは肥料堆肥、あるいは飼料という使い方がされているの、資源リサイクルとされていますが、すべてが利活用されているわけではなく、やはり埋め立てということでございます。そういった意味では、化石燃料の代替燃料化ということで、化石燃料の枯渇の対策、あるいはバイマスの場合であればカーボンニュートラルということで、燃焼したとしても CO2 は増えないということでの地球温暖化の防止、あるいはこのシステム、廃棄物をなくす、あるいは少なくするということで、現在問題されています最終処分場の確保ですね、これの解決につながればと、これは必要ないということでの解決ということでございます。小さな枠組みた場合、一つの工場内で見た場合のこの燃料化のシステムのメリットでございます。2点ございます。1点目が化石燃料の使用量の削減。で、もう1点目が産業廃棄物量の削減でございます。もちろん化石燃料使用量を削減すればコスト削減につながりますけども、それと同時に CO2 の削減にもつながります。これは排出機の取得が可能ということが言えます。あと、もちろん産業廃棄物の削減であれば、産廃コストが削減できるんですが、それと同時に環境保全に貢献しているということが言えます。ということは、対外的に環境の良いことをやっているということでの企業 CSR、あるいは環境の ISO 14000の取得にお役に立てるということでのシステムということが言えます。コスト計算でございます。続きまして、8ページ目がコスト計算でございます。この製品について言えば、競合他社がないということで、産廃費用との比較での費用対効果を随時、計算させていただいています。計算の際は必ずですね、実際にテストを行った上で、それぞれにその結果で、計算させていただいて、というのが実際、個別に出しているというのが実際でございます。例えばの例です。これは食品工場で乾燥前100キロ、時間帯100キロの場合であれば、産廃費用と比較してイニシャル、あるいはランニングコストを計算すると。その上で、消費がどのくらいかかるのかということでの計算方法なんですが、9ページ目、これが実際のコスト計算のグラフでございます。約5年。5年で設備費用が産廃費用と比較すると消費すると。それ以降は、
E が出てくるということでの計算でございます。続きまして、折れ線グラフ具体的に出してますけど、これが損益分岐点。約5年ということで、随行利益が出てくると。より分かりやすく折れ線グラフで提示させていただいています。10ページですね。これが10ページ目でございます。で、11ページ目が、この共同開発会社のバイマスバーナーメーカーである MIS でございます。この会社はですね、平成19年のベンチャー企業でございまして、すでにバイマスバーナーで特許出願をされています。で、手前ども乾燥機についても常に特許出願をさせていただいているんですが、やはり知的所有権ということで、2010年4月、福岡県知的所有権センターに入っていただいて、仲介として入っていただいて、販売契約を調印いたしました。これがシステムの始まりでもございます。12ページ目がですね、システム開発販売体制でございます。この燃料化システム、手前ども会社とバイマスバーナーメーカー、MIS の共同開発あるいは提案販売をさせていただいているんですが、まず技術面での支援として九州大学に入っていただいています。バイマス、熱、乾燥ということでの支援をいただいています。あるいは木質であれば福岡県森林林業技術センターさん、あるいは、知的所有権、特許権等については福岡県知的所有権センターに入っていただいています。で、このシステム、では実際稼働すると CO2 削減につながるために、排出量取引の取得、排出権の取得可能でございます。そういった意味で国内であれば国内クレジットでの国内クレジット専門員の方にご協力いただいて、それで導入後、お客様での、導入後については国内クレジットを取得いただくと。で、大企業への販売も可能であるということでの体制でございます。13ページ目がですね、乾燥機の、これは特徴でございます。特許出願を3件させていただいているんですが、最も大きな特徴はやはり火を使わない、火を直接かけないということでございます。木材固形物からおでかすまで乾燥ができると、付着性の強いおでかすまで乾燥できると、これの大きな特徴は、付着性のない羽、二軸のスパイラル式、スクリュー式の乾燥機でございますけれども、木材固形物であれば詰まったり停止することなくスムーズに乾燥させて排出する。あるいはおでかす、付着性の強いおでかす等について言えば、羽にひっつくことなく乾燥ができると。決して、ひっついて止まることなく乾燥できるというのが大きな特徴でございます。構造が簡単でメンテナンスが楽ということ、連続してコンベア式ということが言えます。で、低温乾燥ができるということ、低い温度で乾燥ができます。そういった意味では、低い温度で乾燥ですので、有機分、燃焼に必要な有機分が揮発しない、飛んでいかないというのが大きな特徴でございまして、ということは、この乾燥機は燃料化に最適と。燃料化するに最適な乾燥機ということが言えます。で、14ページ目は実際の写真でございます。乾燥前と乾燥後、いろんな木材固形物からおでかす、付着性の強いおでかすまで実際に燃料化しているということでの写真でございます。次のページ、15ページ目が他製品の比較でございます。手前どものこの乾燥機について言えば、低温乾燥で木材固形物から付着性の強いおでかすまで何でも乾燥できるというのが大きな特徴でございまして、これと見当たる、これはやはり他の乾燥機のない特徴だということが言えます。続きまして、新聞掲載の内容。16ページ目が新聞掲載の内容でございます。で、続きまして、バイマスバーナーメーカー、JURR の特徴でございます。すでに特許出願しているんですけれども、大きな特徴、最も大きな特徴はやはり、飛行士がない、火床がないということが大きな特徴でございます。で、ガス化燃焼方式と新しい燃焼方式を取っておりまして、より完全燃焼に近い方で燃えると。従来は燃えた後に固まり、有形固形物、グリーン化が発生してたんですけれども、それが発生しない。で、従来はチップペレットぐらいしか燃やせなかった。木質のチップペレットぐらいしか燃やせなかったんですけど、この、ガス化燃焼方式のジュール R について言えばですね、粉体まで燃やせる。あるいは家畜粉、おで、そして竹、樹皮、生ゴミ、RPF といろんなものが燃やせる。原料問わないというのが大きな特徴でございます。そして混在燃焼でいる。混在でいろんなものが一緒に燃やせるというのが大きな特徴。ということを言います。17ページ目です。次18ページ目、8ページ目でございますけども。これは実際の使用状況での写真でございます。温水管、あるいは真ん中の上の写真は、排気量を燃焼させて、これは熱風利用している内容でございます。で、19ページ目が従来製品とのバーナーの比較です。従来製品とのバーナーでの比較でございます。
従来は非公式式でした。このモジュール R についてはガス化燃焼方式という燃焼方式を取っておりまして、燃焼後の塊クリンカー有形黒曜物が発生しないというのが大きな特徴でございます。で、燃料を選ばない。従来は木質の、それもペレットチップぐらいしか燃やせなかったんですけど、このジュール R について言えば、竹、樹皮、あるいは固形物が粉体まで全て燃やせるということ。完全燃焼に近い形で燃えますので、灰の発生量が非常に少ないというのも大きな特徴でございます。で、20ページ目が、この燃料化システムの新聞掲載の内容と、九州経済産業局の調査報告書にも掲載いただいています。次の21ページ目が、これが経済雑誌福岡経済に掲載いただいた内容でございまして、これについて言えば、手前ども会社と MIS、両方別々に、個別に掲載いただきました。あるいは、週刊経済、これについて言えば、経済誌ですね、経済週刊誌にも掲載いただきました。続きまして、食品工場のシステム概要と書いておりますけど、今現在は食品工場と産廃工場向けということで、この2分野にターゲットを絞っております。ただ今後はこの2分野以外にも当然ながら展開を考えていこうとは思っています。で、まず食品工場。食品工場は必ず温水、工場内で温水を利用する、あるいは蒸気を利用していることでの、蒸気の元湯としての温水利用がございます。そういった意味で、温水を発生させようというシステムでございます。工場内から発生、食品工場の工場内から発生する食品汚泥、については、まず排熱を使って乾燥させると。乾燥させた後は燃料として使うんですが、ただ、凝集剤等が混ざれております。そういった意味で、薬品が混ぜられているために、安定的な燃焼。安定燃焼はなかなか難しいというのがございます。それで一緒に木質を混ぜると。木質を混ぜて混在燃焼させるということでございます。で、混在燃焼させて、バイマスバーナーで燃やし、そして温水を発生させるんですが、やはり燃焼後は必ず灰が出てきます。灰については、この農家に還元というのが可能でございます。農家に還元できれば、実際のところ、ゼロミッション、つまり廃棄物をなくしてしまうというシステムということも言えます。続きまして、産廃工場でございます。23ページが産廃工場向けのシステムでございます。やはり同じく温水を発生させます。この場合も、汚泥を燃料化し、そして乾燥させ燃料化し、排熱量の乾燥で燃料化し、それを木質と混ぜて混在燃焼させるんですけども、この木質、産廃工場の場合は廃建材が集まる、あるいは廃木材が集まるというのがございます。それで混在燃焼して温水を発生させると。で、工場内利用、あるいは乾燥機にも排熱と一緒に熱源として温水も持っていくというのも可能でございます。いろんなもので、低温乾燥、火を使わずにまず乾燥させて、そして、燃料化するということでございます。で、実際にガス化燃焼方式という新しい燃焼方式を使って燃焼させます。火毒はございません。で、塊なく、燃焼後の塊、クリンカー発生なく燃焼ができるということでの写真でございます。で、このシステムは、やはり導入の際は最も重要な点、コストというのは当然でございます。社会的背景としましては、化石燃料のガスの対策につながる。これは再生可能エネルギーの利活用でございます。そういった意味では、エネルギー政策の施策の見直しもされています。今後、追い風が吹くというふうに考えられます。あるいは、エネルギーの分散化、地産地消で行います。そういった意味では、地域産業の発展につながれば、あるいは、雇用の促進につながればという思いがございます。そして、地球温暖化防止、CO2 の削減、カーボンニュートラルでの CO2 削減、地球温暖化防止につながればということ、あるいはですね、資源リサイクルです。やはり、大量生産、大量消費の時代が資源、リサイクル、つまり持続可能循環型社会形成に、その構築にお役に立てばという思いでございます。そして大気汚染防止、これについては、ソックスが非常に少ないということは言えます。そういった意味で大気汚染防止につながると。そして、海外展開、再生可能エネルギーについて言えば、国内だけでなく、海外でも積極的に、利活用しようという考えの国もございます。そういった意味では、海外展開も十分に考えられる。そういったことでございます。ぜひとも、販路開拓プロジェクト採択のよろしくお願いしたいというふうに考える次第でございます。これで終わります。ありがとうございました。ですよ。これで、ちょっと疲れてきたんですけど、15秒余りました。19分45秒で終わりました。このくらいで説明できればいいですね。最初はつまずきますね。どう説明しようかな。
最初かなというふうに考えてます。最初の方の後でクリアすればいいかなというふうに考えてます。でございました。どのくらいだって、1時間34分経ちました。もう一回説明します。もう一回、プレゼントですね。約2時間ですね、約ね。今日は2時間程度せ、練習して終わろうかなと思います。日曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。皆さん、テレビ見られますか？私、ほとんど見ないんですよね、テレビっていうもの。まあ、朝早い。テレビ見るとしたらですね、テレビ見るとしたらっておかしいですけど、テレビ見るのはですね、NHK のニュースぐらいしか見ないんですよ、実際。朝早く起きて、会社にはだいたい7時ぐらいにもう出社するんですね。で、起きるのは5時半ぐらいに起きるでしょう。で、用意してくる、会社まで出勤するんですが、その朝食時にテレビを見たり、新聞読みながら、やるんですけど、そのぐらいですかね。あと帰ってくるのはですね、私は、家に着くのが11時以降っていうのが普通なんですね。11時以降で、食事して、夕食食べてですよ。お風呂に入って、睡眠なんですけど、睡眠時間は約5時間。5時間なんですよね、大体ね。5時間程度なんですよ、毎日。皆さんどういう生活でしょうか、習慣でしょうか。だからほとんど仕事漬けなんですよね、考えたら、ね。24時間のうちね。それも休みなし、日曜もなしなんですよ。ね。仕事の内容って言ったらですね、お客さんのとこ行って交渉して注文いただいて図面書いて現場に入って工場に入って、そして納品させていただいてお金をもらってそして、再び注文をもらうために一生懸命頑張るとそういった内容です。皆さんと同じです。何でもかんでもやるわけですね。そうしないと零細は生き延びていけないわけですね。そういうことです。てんやわんやですね、毎日だから。注文がないと、やはりもらうためにいろんなことをやるわけですね。注文もらった後も、やはりそれをなんとか収めないといけないから、てんやわんややるわけですよね。一品料理式だから、一つ一つ違うわけですね、内容がね。そういうことですね。よし、じゃあ、行きましょうか。こんにちは。建機株式会社の森山と申します。今日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速説明に移らさせていただきます。手前どもの内容でございます。これは、硬水分離図バイオマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、従来なかなか利活用が難しいと。従来より難しいと言われてます。硬水分率、水分率の多い場合ます。有機廃棄物を化石燃料の代替燃料として使おうと。それを熱変換を行い、熱風温水蒸気として熱利用での利活用を図ろうと。バイオマス、有機廃棄物、それも水分率の多い、なかなか利活用が難しいと言われてました。水分率の多いバイオマス、有機廃棄物の利活用、それも熱利活用、熱利用の利活用を図ろうというシステムでございます。このシステム、乾燥機とバイオマスバーナー、組み合わせ、一体化されたシステムでございます。乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれ、すでに実績ある商品でございますけれども、それぞれ実績ある商品でございます。ただ、この一体化されたシステム、バイオマスバーナーと乾燥機が一体化されたシステムというのは現在、なかなか見かけません。というか、ございません。それぞれ特徴があり、特許出願済みされている製品なんですが、これらを組み合わせ、一体化させることによって、従来なかなか難しいと言われてました、硬水分率、水分率の多い場合ます、有機廃棄物の利活用を簡単にした、利活用を容易にしたシステムということも言えます。続きまして、実際に乾燥テスト、あるいは燃焼テストというのをいろんなもので繰り返しております。で、この乾燥機は火を使わない、火を直接使わないで、低い温度で乾燥できると。で、低い温度で乾燥させることによって、従来、その原料の中に含まれる有機分、燃焼に必要な有機分、燃えるに必要な有機分がなかなか飛んでいかない、揮発しないというのが大きな特徴でございます。で、燃料が乾燥させて、燃料がして、それをバイオマスバーナーで燃焼させる。このバイオマスバーナーというのが、火どこがない、飛行士がないバーナーでございまして、それにより燃焼させた後にはクリンカー塊がなかなか発生しないと。有機呼吸物であるクリンカー塊が発生しないというのが大きな特徴でございます。
詳細はまた説明申し上げます。で、手前ども会社は1964年創業の創業でございまして、今年で47年目を迎えます。今現在は販売を建機株式会社、製造を株式会社森山工作所、この2社で経営を行っております。社長はいずれも森山秀光、私の父でございまして、現在73歳、まだまだ現役で元気バリバリでございます。2ページ目でございます。手前ども業務案内としましては、産業機械機全般にわたりまして、設計製作施工メンテナンスと一貫したものづくり製造業を営んでおります。お客様の要望に合わせて図面を書く、そして製作するという一品料理式、受注生産式の生産方式をとっております。現在のところ下請けは全くやっておりません。で、手前どもは乾燥機を作っているんですけれども、おかげさまで昨年度は経理部さんの方で販路開拓プロジェクトに採択いただきました。おかげさまで1台納品、納入させていただいて、いまだにですね、商談を続いている案件もございます。本当に頭を下げます。ありがとうございました。で、このシステムについて言えば、2010年4月、株式会社 MIS、ここはバイマウスバーナーを作っているメーカーなんですけども、こことの販売契約を調印したと。これが始まりでございます。で、ごく最近、2011年7月の25日なんですが、福岡ベンチャーマーケットの新商品展示会ということでの出展させていただくとともに、ビジネスプラン発表会でも採択いただいて、実際プレゼンテーションをさせていただきました。で、3ページ目に行きます。で、人もお願いしたい販路開拓でございます。と申しますのも、このシステムはこの乾燥機、バイマス、バーナー、それぞれ、実績ございます。ただ、このシステム一体化された上での販売実績がなかなかない状況でございます。人のプロジェクト採択をお願いしたいということでございます。もちろん、メディア掲載、展示会出展、セミナープレゼン、インターネットの積極的な活用、あるいは技術面で大学の支援をいただいているわけでございますけれども、ぜひともまずは販売ということでの販路拡大のプロジェクト採択をお願いしたいということでございます。このシステムの原料となるもの、一体どういうものがあるかということでございます。これは農水省の図でございます。硬水分率のものであって、それは家畜排泄物、あるいは下水汚泥、汚泥に関しては有機汚泥に関し、有機の汚泥はほとんどが燃焼が可能、燃料化が可能でございます。あるいは硬水分率の食品廃棄物、あるいは未利用バイマスの筆頭に挙げられますリン残剤、今現在はその国土面積の 66% を占める森林荒廃が問題視されています。そういった意味で、この林地残材を利活用することで森林再生につながればという考え、思いでございます。続きまして、これがフローズでございます。バイマス原料、硬水分率のバイマス原料、有機廃棄物を乾燥機に投入して、それをまずは乾燥させると。で、乾燥させた後はジュール R、これがバイマスバーナーでございまして、ここで燃焼させると。燃焼した後はボイラーで熱風温水蒸気を発生させるんですが、このシステムの大きな特徴は排熱を利用した乾燥機ということでございます。他からわざわざ熱源を持ってきて乾燥させるのではなく、このシステム内の排熱を利用した乾燥が大きな特徴でございまして、熱のリサイクル、サーマルリサイクルということが言えます。またこのシステム自体は再生可能エネルギー、資源リサイクルのシステムということが言えるんですが、このシステム内部は熱のリサイクル、サーマルリサイクルのシステムということが言えます。続きまして6ページ目いきます。6ページの前に申し訳ないです。まずはいろんなものを乾燥する、硬水分率のものを火を使わず、火を直接かけずに低温乾燥、低い温度で乾燥させて、低い温度で乾燥させることにより、燃焼に必要な有機分を揮発しない、飛ばさないということでの燃料化。そして、バイマスバーナーで、これで燃焼させるんですが、飛行士がない。火床がない、全く新しい方式の、ガス化燃焼方式で燃焼させ、それでクリンカー、塊、燃焼後の塊が発生しない。燃えた後に塊、要するに有形固形物、クリンカーが発生しないというのがバイマスバーナー、大きな特徴でございます。続きまして、化石燃料、代替燃料化の意義でございます。例えば有機廃棄物、現在はセメント切る
での処理、あるいは産廃工場での化石燃料を使った上での燃焼を燃やす、あるいは資源リサイクルで、堆肥、肥料、飼料といった利活用もされているんですが、すべてが利活用されているわけではなく、結局は埋め立てられているものもございます。そういった意味では、この燃料化システムによって、化石燃料の活用の対策につながる。あるいはバイオマスであれば、カーボンニュートラルで CO2 の削減につながります。それはやはり地球温暖化防止の貢献する。あるいは、このシステム、廃棄物をなくす、あるいは少なくするというシステムでございます。そういった意味では、なかなか難しい最終処分場の確保の解決につながればという考えでございます。で、大きな枠組みではなく、一つの工場、小さな枠組みを見た場合には、大きな二つのメリットがございます。一つが化石燃料の使用量の削減、もう一つが化石、産業廃棄物の削減ということが2つございます。で、化石燃料の削減ということはコストの持ちの削減につながるんですが、CO2 削減ということも言えます。これにより排出権の取引の排出権が取得が可能であるということ、あるいは産廃コスト、産廃量が減ればもちろん産廃費用も減ります。その伴い、これは環境保全につながります。環境保全ということは、環境の良いことをやっているということでの企業 CSR、アピールができるという点、あるいは ISO の14000、環境の ISO についても、この取得にお役に立てるという考えでございます。で、8ページ目です。続きまして、コスト計算でございます。随時、いろんなものをお預かりして、実際テストをやった上で個別でコスト計算をさせていただいています。その際は、このシステムは、競合他社ございません。そういった意味合いで、コスト計算をさせていただく際には、産廃費用、産業廃棄物費用との比較をさせていただきます。これは一つの例でございます。この表に載せさせていただいているのは、搬送前100キロの時間帯100キロ出てくるものを、産廃費用と、それと、あとランニング、イニシャルコストと比較すると。そういった意味での費用比較でのコスト計算をさせていただいています。で、9ページ目具体的にグラフ化しています。これは、産廃費用と設備用での比較でございますが、5年ぐらいでペースすると。5年ぐらい焼却できて、あとは利益が出てくる。で、10ページ目が折れ線グラフでより分かりやすくということで、損益分岐点の5年という計算になります。それ以降は利益が出てくるといった結果でございます。で、11ページ目は共同開発会社の概要でございまして、バイオマスバーナーメーカーでございます。MIS でございます。平成19年設立のベンチャー企業でございまして、すでに特許出願されている。で、毎度も会社も乾燥機に関しては特許出願している。で、2社とも特許出願しているということで、仲介に福岡県知的所有権センターに入っていただいた上で、販売契約を調印したという経緯がございます。で、このシステム始まりがここから始まったということでございます。で、12ページ目がシステム開発販売体制、現在の体制でございます。燃料化システムということで、手前どもの会社とはバイオマスバーナーメーカーでの MIMS と共同開発、あるいは提案販売させていただいているんですが、技術面の支援で九州大学に入っていただいています。熱乾燥、バイオマス、この3分野にわたっていろいろアドバイスをいただくとともに、目視に関して言えば、福岡県地震林業技術センター、あるいは知的所有権、特許権等につきましては、福岡県知的所有権センターに入っていただいている。で、このシステム、導入して、お客様に導入していただいた、後には、排出権取得も可能でございます。国内では国内クレジットがございます。で、国内クレジットの専門医の方にもご協力いただいて、システム導入後は、実際、この国内クレジットを取得していただき、そして大企業の販売というのも可能でございます。13ページ目が乾燥機の特徴でございます。火を使わないが大きな特徴、火を直接かけないというのが大きな特徴でございまして、そして木材固形物から付着性の強いおでかすまで何でも乾燥できると。火を使わずに乾燥できる。それも特徴でございます。スパイラル状、2軸の本体内には2つの軸、2本の軸が入って、そこにスパイラル状の羽が回転しながらで乾燥させて排出するんですが、その際、
木材固形物とは詰まらない、決して止まることなく排出できる、あるいは付着性の強いオデカスについては羽にひっつかずに乾燥ができて確実に排出できるということでの特徴でございます。で、構造が簡単で、メンテナンスが非常に楽、あるいは連続式コンベア式でございます。そういった意味では付帯設備である搬送機器が最小限に済む、あるいは低温乾燥、低い温度での乾燥が可能でございます。そういった意味では有機分、燃焼に必要なその原料に含まれる有機分がなかなか飛んでいかない、揮発しないというのが大きな特徴でございまして、そういった意味合いでこの乾燥機というのは燃料化に非常に最適ということが言えるわけでございます。続きまして14ページ目がこれ実際の写真でございますが、これが乾燥前と乾燥後、乾燥後は燃料化して使えるということでございます。で、この他製品との比較、乾燥機の他製品の比較、15ページ目でございます。手前ども製品は、低温乾燥で木材固形物からオデーカス、付着性の強いオデーカスまで乾燥ができるということでございまして、この特徴は他ではなかなか見当たらないということになります。16ページ目は新聞掲載の内容でございます。これは昨年度の販路開拓プロジェクトでも、出させていただいた内容でございます。続きまして、ジュール R、これは特許出願しているんですが、バイマスバーナーの特徴でございます。飛行士がない、要するに、火床がないというのが最も大きな特徴でございまして、新しい燃焼方式、ガス化燃焼方式でございます。完全燃焼に近い形で、燃えますので、クリーン化、燃えた後の塊が発生しない、有形固形物が発生しない。従来はチップペレット等ぐらいしか燃やせませんでした。木質のチップペレットぐらいしか燃やせなかったんですが、このガス化燃焼式のバイマスバーナーについて言えば、粉体、家畜運、オデー、竹、樹皮、生ゴミ、RPF といろんなものが燃えるということ。原料を選ばないで燃やせるというのが大きな特徴でございます。そして、混在燃焼できる。混在していろんなものを同時に燃やせるというのも大きな特徴でございます。続きまして18ページ目が実際のこのバイマスバーナーの実績の写真でございます。温水利用、あるいは真ん中の上の写真は、これは実際に廃菌床を燃やして熱風利用をしているというところでの写真でございます。続きまして19ページ目は従来製品の比較、バーナーの従来製品の比較でございます。ガス化燃焼方式です。従来式は飛行士式でした。で、従来発生していたクリーン化有形固形物か、燃えた後の塊がなかなか発生しない。で、従来は木質のチップペレットぐらいしか燃やせなかったんですけど、このジュール R に関して言えば、竹、樹皮、固形物から粉体まで何でも燃やせると、原料を選ばないというのが大きな特徴でございます。また、灰の発生が非常に少ないというのも特徴でございます。で、実際このシステムとしての新聞掲載の内容でございます。左側が日刊工業新聞、そして右側がこれは九州経済産業局の調査報告書に掲載いただいています。で、21ページ目は福岡経済。経済雑誌も掲載いただきました。手前ども会社 MIS 福岡経済に関しては、手前ども会社 MIS 別々に掲載いただきました。で、週刊経済、週刊誌も掲載いただいた記事のが実際でございます。で、22ページ目はですね、手前ども実際のところ、今このシステムのターゲット販売先を食品工場と産業廃棄物企業、この2分野に絞っております。まず食品工場に関して言えば、この2分野以外も今後は十分展開考えられるところでございます。まず食品工場、これについては温水利用、食品工場の場合はほとんど温水を利用している、あるいは蒸気を利用しているために、蒸気の元油としての利用もできるということでの温水発生を考えたシステムでございます。まず乾燥機で乾燥させる、原料を高水分率のものを排熱を利用して乾燥させ燃料化する、これを燃料として使うんですが、ただおでの場合は凝水剤等の薬品を混ぜられています。そうすることによって、なかなか安定的に燃えない、安定燃焼が難しい点がございます。それで木質を一緒に混ぜると、混在燃焼ですね、乾燥後のおでと木質を一緒に混ぜて混在燃焼させ、そして温水を発生させ、それを工場内利用するわけなんですが、やはり燃焼後にはですね、灰が発生すると、灰が農家に還元できれば廃棄物そのものがもう全くなくなってしまう。そうすることにゼロミッション、廃棄物が出ないシステムということも言えます。続きまして23ページ目が、産廃工場向けのシステムでございます。やはり温水利用の温水を利用を考えているんですけども、オデートを乾燥させ安定燃焼はやはり難しいので木質を混ぜる、混在燃焼させるんですが、産廃工場の場合は廃建材、廃木材が集まります。そういったものと混在燃焼で燃やし温水を発生させると、
というシステムでございます。また温水は工場内利用もできるんですが、またあるいは温水を乾燥機に持っていて、排熱と一緒により乾燥良きものにするということも可能でございます。いろんなもの、燃焼ということ、燃料化ということで、まず乾燥機で高水分率のものを乾燥させる。それも火を使わずに低温乾燥だと。低温乾燥だと有機分、燃えるための成分の有機分が気圧に飛んでいかないというのが大きな特徴でございまして、より、乾燥させた後燃料化ということが、よりよく燃えるものが出来上がると。そして、バイオマスバーナー、ガス化燃焼時とっておりまして、従来の火床式、非公式ではないと。そういうことによって燃焼後の塊ですね。クリンカーが発生しない。有形呼吸物が発生しないというのが大きな特徴でございます。で、もちろん、そこに行きます。最後のページ、24ページでございますけれども、もちろん、コストが、前提、コストが安くないと導入していただけないというのもございますが、ただし、この内容については、社会的背景としましては、やはり化石燃料対策、化石燃料枯渇の対策につながるということで、再生可能エネルギーですね、政策の見直しが図られています。追い風が吹くと考えています。あるいはエネルギーの分散化、地産地消で行えるシステムです。そういった意味では、地域産業の発展につながれば、あるいは雇用の創出につながればという思いもございます。地球温暖化防止、カーボンニュートラル、バイオマスカーボンニュートラルで燃焼後も CO2 が増えない、そういった意味での地球温暖化防止、あるいは資源リサイクルということで、大量消費、大量生産という時代から持続可能循環型社会形成ということでの役割にお役に立てるのではないか、あるいはソックスが発生が少ない、大気汚染防止につながります。そして、この国内ではありますだけではないと思われます。この再生可能エネルギーの熱利用ということですけど、そういった意味でも、十分に海外でも展開考えられるシステムでございます。ぜひとも、このシステム、販路開拓プロジェクト、まあ、実績がないために、ぜひとも、実績が積めるよう、実績ができますよう、ぜひとも、販路開拓プロジェクトの採択を、ぜひともお願いいたします。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ということです。ちょっと半分眠ってます。眠たくてしょうがないんですよ。あらら、眠たい。眠たいんですよ。あらら。眠たくてしょうがないですね。いかんですね。明日にやられたかな。実はですね、エアコンかけてずっと仕事日やってました。室内で。風通しが悪くてですね、扇風機かけたんですが、口がだんだんまめらなくなってきた。口がスムーズに動かなくなってきました。いかんですね。喉がカラカラです。約2時間でした。これで今日終わりたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ぜひ建設的なご批判、あるいはアドバイスをいただけたら大変ありがたいと思います。ずっと練習させていただいてるんですけど、ありがたいことにいろんなご意見といいますか、いろんなアドバイスを実際いただいてます。本当にありがたいと思ってます。やってみるもんですね、この公開練習会とか誰が見るかな、誰も見ないだろうなというふうに、自分自身はですね、勝手に想像してたんですけども、ところがどっこいですね、わざわざ見ていただく方がおらっしゃるというのは大変ありがたいというふうに思う次第でございまして、このシステムをぜひともですね、地球環境を守る。また大げさなこと言ってるかもしれないですけど、やはり、手前どもの考えはですね、地球環境を守る。それもですね、私たちの世代はいいかもしれないけど、今後どうするんだと、今後の世代どうするんだと、やはりそういう考えなんですね。子供、孫、そして孫の代どうするんだという話です。今、原子力発電について問題起きてますよね、実際ね。これは核燃料リサイクルがうまく本当にいくんでしょうかね。金だと、すごい金額をつぎ込んでて、電話料金がなくて、電力料金に加算されてるのご存知ですよね、皆さんね。もうこれやめた方がいいんじゃないかなとつくづく思うんですけど、また私が言うといかないですね、こんなことはね。だって、いろんな投影を与えるでしょう、うん。言わない方がいいんでしょうけど、やっぱり言いたくなりますよね。再生可能エネルギー。ただ、この一時的に、この電力料金が再生可能エネルギー利用法がありますけど、あれが通るとですね、実際のところ、電力料金当然上がると思われます。そうするとですね、空洞化ですね、そこに製造業の空洞化、海外の移転というのはまた大きくな、加速するというのを思われます。そういった意味で、経済効果というのは決して良くない、経済的に良くないというのは。当然考えられるんですけど、それに今まで原子力に携わっていた方々に対してはどうなるんだという話も出てくるんですよね。その電源散布で今まで自治体に対してもお金が相当回っていたし、それに携わる技術面でもその技術がどうなるんだという話も出てくるんですよね。そういった意味では原子力というのを考え方はどうするんだというのはなかなか難しい問題あるんですけど、手前どもとしてはですね、それとお構いなしというか、その震災起きる前からずっと
ずっとやってるわけなんですね、実はね。一つがやはり地域産業の発展、地産地消ですね。地域産業の発展、そして、10代から言われてます。この、本当に言われてたんですよ。言われてる、日本は言われてるんでしょうけど、枯渇ですよ。化石燃料しか、化石燃料相当量使う。まだ一次エネルギーの 40% が石油ですし、この枯渇の問題ですね。実はこの、原子力使ったウランですね。これ核燃料リサイクルうまくいかなければ、実は何回も言ってるけど、枯渇するんですよ。原子力で使ってる、この燃料も。結局はですね、ずっと後の世代を考えるとですね、ある意味では、とんでもないことをしているというのを実は言えるわけなんですよね。自然利活用というのは、再生可能エネルギーの利活用は十分にやらなくちゃいけないな、ではないかというふうにつくづく思うんですが、いかがでしょうか。ということだったんですけど、どういうことだったんで今もやってるんですけど、要するに震災前からやってる内容はですよ。今さら説明するまではないです。化石燃料の活用対策と、CO2 と言われてるんで、まあいろいろ批判浴びるんですけどね、この CO2 に関してはですね、この内容で説明してもね、批判浴びるんですよ、すると。なんで批判するのかなと。まあいいですね。このおっちゃんが言ってる内容で批判されて、どんどん批判されてください。それだけ OK ですから。悪口バッと、どんどん言ってください。バジとオフで聞いてないですから、実際は。あるいはですね、それと地域産業の発展ですね。地域産業の発展につながればという思いですね。特に森林再生ですね。あるいは森林リサイクル、廃棄物をなくそうと。こういった意味はですね、要するに環境の良いことをやろうと。自然大事じゃないかという話ですね。ということです。自然環境を守ろうということでもつながっていくんですけど、それでの再生可能性。だって人間はあれですよ、エネルギー使わないと生きていけないんですよ、実際のところ。大量消費、大量生産から。どうなんでしょうかね。電気をじゃんじゃん使ってた生活から若干変わっていくんでしょうか。一番バカらしいのが実を言うとですね、熱利用を電気から持っていたのは本当に効率悪いことなんですよね、実はね。だから熱は熱として十分利用するというのは、これだけでも一つのですね、エネルギー利活用での効率の良い使い方ということが言えるんじゃないでしょうか。なんか止めどもない話をしてましたけど、これで終わりたいと思います。ちょうど2時間になりました。練習はこれで終わりたいと思います。よし、今日これが終わります。皆さんどうもありがとうございました。在地にさよなら精神、ありがとうございました。今後またお会いしましょう。さよなら、なった。